皆さんこんにちは、二度寝ゆうきと二度寝ゆかです。はい、二人合わせて二度寝夫婦です。よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、質問コーナーの第3弾3ピース古すぎるということで、お答えしたいと思います。早速ですが今回の内容はこちら、授乳感覚についての質問です。1ヶ月の時のミルク量と授乳感覚はどのぐらいでしたか？どのくらいで感覚伸びるのかなと。はい、ということでいただいております。ご質問ありがとうございます。で最後のどのくらいで感覚伸びるのかなの話を早速お答えすると、だいたい体感では修正大丈夫です。はい、弟です。はい、大体体感ではあの目に見えてというか、あの、なんか実際お世話の回数がちょっと落ち着いてきたなって思ったのは本当につい最近なんですけど、修正月齢で3ヶ月ぐらいですね。まあ、2週間ぐらい前かな、だから、ですかね。あのうちで言うと1ヶ月半早く生まれたので、生後だと4ヶ月半ぐらい。そんなかかんのっていう感じですけど、まあ、実際正直ちょっと楽になってきたなって思ったら本当にそれぐらいです。まあ、ただそれより前に感覚自体はどんどんあの減ってきてはいるんですけど、どっちかっていうと1回に飲む量が増えて感覚はそのまんまみたいな時期が結構続いていた気がします。最初より量は増えてるんだけど、結局その増えた量で飲む回数一緒みたいなのが多かった気がします。はい、ということで質問いただいた内容の、はい、1ヶ月の頃のミルクの量と感覚、はい、お答えします。かちゃんお願いします。まずはミルクとおむつとをこのダイアリーにチェックしてまして、これすごい便利、ツインズダイアリーって言って、ちょっと真っ白のページ、ね、あのよくお世話手帳ってあの森永のやつがあると思うんですけど、このツインズダイアリーは2人分一気に書けるっていうことでめちゃくちゃ便利です。時間と尿便ミルク食事を書く欄があるね。本当に双子の世話ってもう業務みたいな感じになるので、うん、業務日報みたいな感じでこれを見ながら、その3時間ぐらい経ってたらまあミルクかなみたいな、今泣いてる原因はミルクだろうかとか、ちょっと推測しながらやっていくみたいな形で、これがないと育児にならんというレベルで使ってます。で、大体1ヶ月の時を見てみると、生後1ヶ月だよね。まず生後1ヶ月ね。生後1ヶ月を見てみると、まず体が小っちゃかったから飲む量はまあ大体60か、60とかまで、50、60で、まあ、3時間ごとで、おむつの取り替えもそのミルクの時にパンパンになっちゃってたからやってますね。うん、1日、8回だね。3時間ごと1日8回で50とか60とかずつぐらい、でその場合、私この書いてあるのを思い出すと、ミルクの前にあのミルクがメインなんですけども、ミルクの前に母乳、左5分とか右5分ってやって、最初はその病院で教わった通り左5分右5分ミルクっていう風にやってたんですけど、体がちっちゃかったからか母乳だと寝ちゃって、左5分、体力がね、なくなっちゃう、体力なかったからかな、左5分右5分かみたいな、寝ちゃってミルクを飲まなかったので、この時はとにかく体重を増やすように行って病院に言われてたので、あの体を大きくってことだ。まだ 2000g ぐらいですね、この時多分、だったから母乳をもうちょっとね胸張ってあげたかったけども、ミルクメインで8回母乳は搾乳してあげる方が量としてはメインだったね。でその8回の間に母乳っていう感じで、おむつはその8回ほぼ一緒だ、ほぼ8回で、あの弟くんの場合はお腹がちょっと弱かったので、1日10回変えてる時もあります。でこの時生後1ヶ月っていうのはうちで言うと、なんと修正月齢マイナス2週間になるので、まだ本当にお腹の時、逆にもう、まあ、今も多いけど、あの尿が多くて、むしろ、あのおむつが溢れてました。だから消化できなくて、多分うまく吸収できなくて、もう飲んだものがそのまま出てきちゃうみたいな形で、新生児用のおむつってあんまり量がないのでめっちゃ出てくる。
ていう形で、あの先輩ママとかの話だとこんなに帰る必要なかったかなみたいな話も聞くんですけど、うん、むしろあの3時間に1回でも結構やばかったっていう感じでした。そんな感じでした。でこれが、生後1ヶ月修正マイナス2週間、うん、そうなんです。修正1ヶ月だと修正1ヶ月だと8月末だよね。8月末ちょっとあのそうですね、ちょっと今回お返事が遅くなっちゃったから先も見てみたら、修正1ヶ月だと、まあ、飲む量も50だったのが90ぐらい、90、100ぐらいになってて倍になってて、これでも飲むのは3時間に1回は変わらない。変わらないね。やっぱり記憶の体感の通りかな、あんまり感覚は変わってなくて3時間に1回飲んで、うん、で多分140を飲ませようとしてて、うん、飲む時もごく稀にあるけれども、うん、まあ、ほとんど90、100ぐらいで疲れちゃう、やめちゃう。でもこの何が変わったかというと、量を増やした分一気に飲めないから、100ミリ一気に飲むんじゃなくて、その時は例えば40ミリ、20分後にまた飲みたいってなって40ミリ、30分後に40ミリとか、こう細かく飲んでるからちょっと大変だった、うん、手間が増えてるよね、はい、増えてる。いっぱい飲みたいんだけど飲ませきらんっていう感じ、うん、じゃあ楽になってきた今どのぐらいかっていうと、本当に楽になってきて、つい最近ですけども200ぐらいを一気に飲めるようになってきて、そう、ね、あの母乳実感だと、あの太い方だと160の短いのと、うん、250の長いのがあると思うんですけど、うん、160の短い方だと継ぎ足して作るのもあるぐらいで、正直そうね、10月末やと、うん、まず楽だなって感じるようになったのが、お姉ちゃんの方が夜寝る時間が長くなった時、大変じゃない？あ、そうね。そう、ミルクの感覚とか回数で言うと、うん、最近は200飲めるようになって楽になってきたと。これが修正3ヶ月の話。そう。で、それより手前のちょっと楽になってきたかなっていうところは、双子のうち片方が寝るようになってから、あの夜中1回も起きなくなってから。まず5時間夜寝るようになったのがちょっと楽だなって感じた。それが、3ヶ月か、生まれてからね、生まれてから3ヶ月ね、修正月じゃなくて、修正でいうと1ヶ月半ぐらい、うん、そうだね、9月の真ん中ぐらい、そうね、そうだね、なんかないね、この子じゃもう5時間になってるから9月の半ばで修正2ヶ月ぐらいで、この辺で、うん、修正2ヶ月ぐらいで、お姉ちゃんが5時間ぐらいは寝るようになってきて、そう、夜のお世話がだいぶ楽になってる。だから3時間に1回ではあるんだけど、夜だけ長いって感じ、うん、朝起きたら必ず太陽の光をこうカーテン開けて、雨戸開けて浴びさせて、夜はちゃんと電気も暗くしてっていう風になったら夜寝るようになるね、うん、なったね、なったね、昼夜もやはりつけてね、うん、ちょっとその話はまた寝かしつけ工夫してることみたいなので求められたらと思います、うん、なのであの今みたいな形で、うちの場合は、修正1ヶ月なので、生後1ヶ月、2ヶ月半か、うん、2ヶ月半とかでもミルクの量は増えたけど回数はあんまり変わらなかったので、ちょっと手間は変わらない部分もあったけれど、うん、あの2人のうち片方でも夜寝るのが長くなってくるとちょっと楽になってくる、ちょっと楽なのね。で本当に200ぐらい飲めるようになってくると、もうかなり楽になってくる、うん、あの昼のお世話も楽になってくる、うん、夜だけじゃなくて、体が大きくなった分おむつも大きくなるので、そうそう、漏れなくなるよね。おむつの取り替える回数がぐっと減った、それがちょっと楽だ。おむつが S サイズが使えるようになるとかなり楽になるかなっていう印象です、うん、本当に一番最初の新生児の、新生児も多分2つあると思うんですけど、うん、新生児の一番ちっちゃいやつ、3000までの、3000までね、までのやつ、2000g ぐらいの時はそれ使ってて、ただそれも漏れて、で新生児5000も変えた途端ぐらいは大丈夫だったんだけど、うん、結構漏れるようになってきて、うん、S にしたら今も大丈夫、うん、そうね、そう、あと尿の量も減ったね、うん、ちゃんと吸収できるようになったね、うん、なのであのうちの場合は1ヶ月から結構楽になるまではかなり時間があったんですけども、うん、ぜひあの必ず楽になるタイミングっていうのは来ると思いますので、はい、あの一緒に頑張っていきましょう、頑張りましょう。こんなことを言ってるのもうちの子たちまだね、首座ってなくて歩いてないっていうか動いてないのでびっくりな、多分今これこの大変になる直前というか合間なのかな、奇跡的なタイミングなのかなと思うんですけど、今が
世話が落ち着いてきて動く前です、ちょうど。まあ動いてきたら頑張りたいと思います。はい、というわけで、質問コーナー第3弾でした。はい、またいつでもコメント欄でも何でも質問いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回もありがとうございました。